イエーガンの首が埋葬された墓地を土壌電気伝導測定器で計測するマーチンとリチャード・ベイツ。地中レーダー探査を試みたが、何ら成果は得られなかった。イエーガンの首の発掘は、1997年、イギリスリバプールで考古学的地球物理学や考古学的発掘技術を駆使して実行されたイエーガンの頭部探査と発掘を言う。イエーガンは、 19世紀前半に生きたオーストラリアの先住民族、アボリジニの一派ヌンガー族の戦士だった。彼はパースに植民地を築いたヨーロッパからの入植者たちに対する抵抗運動の初期に重要な役割を担った。1833年射殺され、切断されたイエーガンの頭部は陸軍中尉ロバート・デールの手でイギリスに運ばれ、博物館に展示された。 1964年頃には、イガンの首には、損傷が目立ち、廃棄が決まった。後半の箱に、ペルーのミイラやマオリ人の首などと一緒に詰められ、イガンの頭部は、エバートン墓地の一般区画16番296号に埋められた。その後、この周りでは、多くの埋葬が行われ、1968年には20体の死産退治と、 生後24時間以内に亡くなった二人の新生児が、博物館が埋めた箱の真上に埋葬された。パースのヌンガー族共同体は長年にわたって、イエガンの東部変換と部族の風習に則っ,った、再埋葬を要求していた。1994年には発掘の申請が提出されたが、新生児に近い人族からの許可が障害となり、却下された。地表から計測された。 電気伝導測定によるイエガン埋葬地周辺の再色操作線図道中から計測された電気伝導測定によるイエガン埋葬地周辺の再色操作線図1997年兄弟でもあるウェールズ大学ランピーター校のマーチン・ベーツ博士とセントアンドルーズ大学のリチャード・ベーツ博士はイギリス内務省からの依頼を受けて墓地の地球物理学的調査を管理指導した その目的は、周辺に埋葬された遺骨を邪魔することなく、博物館が埋めた家映画の頭部のみを掘り出す方法を模索することにあった。二人は地中レーダー探査機と土壌電気伝導測定機を用いて地上からの調査を行った。レーダー探査では、厚い埋設土壌層からたくさんの反射影が見られ、その中から家映画の頭部だけを抽出することは困難だった。 しかし、変則的な電磁気の反応が見つかり、これは、霊岩の首と一緒に埋められた金属加工品に由来していた。これによって、首が埋まっている位置が明確に特定され、横から回り込んで掘り進めば発掘も可能と結論付けられた。この結果を受け、少し離れた地に深さ約6フィートの縦穴が掘られて、再び電気伝導測定が行われた。 地上からは明確にならなかったが、この時の測定で発見されたデータの変則から、箱は墓地の中心部深さ9フィートのところにあることが分かった。これは頭部などを収めた博物館の小箱を埋めた作業員の証言を裏付けていた。調査発掘用盾穴の囲い数々の観測結果に検討が加えられ、米津兄弟は内務省へ報告した。これを受けて、 内務省は発掘許可を与えた。発掘では観測に用いられた縦穴から掘り進む手段が取られた。このトンネル掘削は繊細でリスクが高い作業だった。なぜなら作業は埋葬された胎児や新生児たちのごく下を掘り進むもので失敗は許されなかったためである。リチャード・ベーツによると朽ちた箱に突き当たるとショベルで最初に掘り出されたのは ペルーのミイラで、ついでマオリの頭部、そして最後にイエーガンの首にたどり着いたと語り、作業は無事成功した。翌日、ブラッドフォード大学から派遣された、法医学、古生物学者が、骨折部分と1834年に、トーマス・ペキグルーが残した記録とを、比較検証し、頭蓋骨がイエーガンのものであることを同定した。この年の8月31日、イエーガンの頭蓋骨は、 ヌンガー族の代表に返還され、オーストラリアへ戻った。ただし、胴体が未だ不明である問題や、埋葬方法などをめぐって長老など部族内の意見が一致を見ず、再埋葬は延期され、現在も実現していない。中古の書物は、本校記述における参照とはされていません。ありがとうございます。